9月で2、3月ですよね。はい、元気です。で、目の方は時間系の仕事とか、はい、目ね、朝一番は両目ちゃんと開いてます。開いてます。同じぐらいな感じで、はい、OK、はい、じゃあ相当して大事はどうなったかな。あ、60になっちゃったかな。59落ちてどれぐらいですか。今日59。はい、何度か59で見てもらってこの間も59だったですよね、はい、はい、まあ大変だけどこれ1年半過ぎてる子だからね、はい、目に関してはいつも同じ話ですけど、手術はちょっともう考えない方がいいような気がするんで、はい、はい、どうね、これね、だけどね、点眼症っても大きくなる子はなっていくんですよね。腫瘍って勝手に大きくなるやつが腫瘍だからさ、ただ幸いなんかどんどん大きくなせるとこはないみたいですね。なんか踏みとどまってますよね、はい、サイズが、はい、また閉塞。いや、この子光線症じゃないですね。はい、閉塞これなんですか。で、フラッシュが、はい、これだけつけようか。これちょっとだけね、保湿剤、はい、トッピー水をちょっとだけね、つけさせてもらって。ダメ、ダメ、はい、ごめんね。めちゃめちゃ人に慣れてるね、あなたね。目薬も慣れてるんですよね、だいぶ。そうですね。なんかもう、そうか、ちょっと待って、この子。ここにもあるんだね。ここと、ここにも。ちょっと記録だけしておきますね。はい。なんですかね。腫瘍。腫瘍？あ、そうなんだ。私も今気がついたんだけど、こことここに、うん、中の方にも腫瘍がありますね。そしたらなおのこと、もう60個してもいいですよ。あ、体重落とさない方が、うんうん、絶対落ちてくるから。うん、うん、でこの大きさをちょっと思い出せる。そうか、そしたらね、もう一個治療させてください。はい、抗線照射療法っていって、腫瘍の成長をちょっとでも遅らせる。目にはちょっと当てられないんだけど、体幹には当てられるんで、はい、そこをちょっと1分間やらさせてください。はい、ちょっと説明しますけどね。で、サイズは、まあ、ざっくりですけどね。9ミリと8ミリぐらいかな。そんな、ここと、ね、ここのところ。はい、じゃあちょっとこの子おとなしいから、ね、お腹にあげて、背中パーンと持ってお腹に巻いて、こっちが9ミリぐらい。そうか、ちょっと待たせて。ごめんね、嫌な予感した。ごめんね、怖がらせてごめんね。力くるとちょっと全然見えないけど、どうしよう。力くる、はい、ここら辺がね、そうか、今やらさせてもらってもね。ごめんね、ごめんね、ごめんね。嫌だね。ごめんね、この体勢嫌だね。ちょっと立てよっか。近赤外線って赤い光なんですね。はい、で、体の中に入ってきます、4センチぐらいの方まで。で、もともとこれ使うのは人間で使うんですけど、慢性疼痛、整形外科で首が痛い、腰が痛いというふうに当てたりしますね。それからあとは皮膚疾患、皮膚病とか怪我とかね、まあ、あとは食欲をしている子とか呼吸が苦しい子にも使ったりしますけど、でそれ以外の方法として今日はさ、腫瘍に対しての三大治療というのがあるわけですよ。はい、まあいいね、この子としといて打つよ。これは三大治療ってさ、オペするか、抗がん剤使うか、人間も一緒ですよ。それから放射線当てるか、でも、1年半過ぎてる子は、オペできません。ハムさんの場合はね、ハムさんに抗がん剤は使えません。
放射線療法はちょっと高額すぎて現実的ではない、うん、でそれ以外で腫瘍に対してできないかということで、あの温熱、要は温めてやる温熱療法、そうすると腫瘍細胞ってさ、温熱をかけるとアポトーシスを起こすと、アポトーシス、アポトーシスってどういうことかっていうと、腫瘍細胞が自殺するみたいな、破裂しないでそのまま死亡で死んじゃってる、それで成長を遅らすと、成長を阻害すると、そういうことが目的で、温熱療法、あのいわゆる手術と適用じゃない年齢の子にはよくやらさせてもらってるんですけどね、はい、それからあとは飲み薬は一緒です。やっぱりプレドニゾン、はい、目もそうだし、ここもやっぱりプレドニゾンはこう使用効果があるんで、はい、それを副作用が出ない使い方とすると2日に1回という投与、はい、でね、いきます。そうか、前もあったのかな、その中見なかったのかしね、今ちょっと保湿かけてついでにちょっと見てたらあったもんね。これもちょっと変えていこうか。多いですね、この子に限らず、要は長生きすればするほど心臓病と、あのなんだっけ、腫瘍、まあ腫瘍でも多分悪性の確率が高いんですけど、この辺とこの辺でね、こっちがまあ直径が9ミリぐらい、こっちが8ミリぐらい、で、今日何日、22年の6月の23日なんか気がつくのがあったら、はい、表もしとこうかな、いただきじゃなくて表にはなかったと思うんですけどね、はい、まあ何もなかったら別に書かなくていいんですけど、もし何か、はい、あれっていうのがあったら禁止書いて印つけ取ってもらっていいですよ、はい、もうこういう観察しかない、はい、このことかね、あれもまでもあの薬飲ませる時とかこういう姿勢で開けてたから見てるはずなんですけど全然気づかなかった、ね、いや私も全然気がつかなかった、こうやって持ってて完全にふっと見たらあったんで、うん、はい、ごめんね、はい、頑張りました、よっこしょ、はい、じゃあね、すみません、飲み薬はちょっと続けてもらって、はい、変わったことがあれば途中で相談してください、はい、なければまた1週間後、はい、ステロイドの量は粉で量をちょっと下げてますんで、はい、今回は同じようです、例はもうずっと一緒ですね、健康チェック書くところはまだありますね、はい、はい、すみません、これもいただきます、それもどうぞお持ちください、はい、じゃあね、受付の方でお薬ご用意しますね、ありがとうございました、はい、すみません、お待ちください。